はい、どうも、ボク監督です。今日もウィニングイレブン2016マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。そうですね。ライブアップデート来ました。メッシ絶好調、イブラ絶好調、これはもう予想してたところですね。ネイマール絶好調、この辺は、ネイマール、メッシ、これ持ってます。リベリ絶好調、これいいですね。かなりいいぞ。おー。で、イニエスタも絶好調。ピケ。ディマリア持ってない。ムハンマド・サラ、好調。ファンデルウィル。パストーレが絶好調か。パストーレ持ってたような気がしますね。あとは、そんなもんすかね。あとは、いないですね。ディバラ絶好調じゃん。で、不調は？スターリング、バネが。ヘススナバス。シュルレ。まあ、こんな感じですね。いけるいける。大丈夫大丈夫。はい。ということでやっていきたいと思います。では、本日のガチャからいきたいと思います。なんか、はい。デイリーボーナス。それではね、ガチャなんか来てんの？あ、来てないわ。来てないっすね、今日。なんかレンタルで獲得できる。うわ、めっちゃすごいな。いや、めっちゃ安いし、しかも。これめっちゃいいんちゃいます？フリーナもロッベンもおるし。すごいな。あ、ラモスおるわ。でもこれ獲得したらね、出てこないらしいんですよね、ガチャから。ということで、まあ、とりあえずトップエージェントいきますか。どうしよっかな。トップエージェントか。どのポジションが一番欲しいかな。やっぱディフェンスかね。ストリーマー。まあ、いきますか。行きたいと思います。はい。1万 GP で、選手を獲得します。まあね、これはもう日課というかね、やると決めたんでやります。必ず1回ガチャを回すと。黒来てほしいな。来てほしい。来て、来て、ああ、じゃあ、あかん。はい、誰ですかね。トニ・ヤントシュケ。はい。まあ、チームで使えます。はい。ということで、本日のガチャ、トム・ナンタラですね。はい。はい。それでは対戦相手のことが決まりました。レーティング624。試合数158と少なめですね。やっていきましょう。メッシいますね。セルジ・アガヨ。クイロナ？メッシ、ムハンマド・サラ。強いですね。前線は強い。あ、セルヒオ・ラモスもいるわ。さあ、どんな感じでやりましょうか。ここをネイマール入れてみる。あれ、これなんで下がんねやろ。どうしよう、ディバラから行ってみようか。なんで。まあ、ええわ。これで行こうか。今日はね。とりあえずこれで行こうか、今日は。久しぶりにディバラを使ってみたいと思います。おっ、ちょっと待ってね。危ない危ない。これをね、時間帯を。夜。季節はどっちでもいい。晴れでしょ？これ OK。ボール。OK。やろう。とりあえずね、絶好調をかき集めてみました。久々にね、ちょっとどんな活躍してくれるか期待できますかね。ディバラ。
この間の試合でね、結構綺麗な、なんか根幹みたいなシュートを決めてましたけどね、ディバラ。さあ、やっていきましょう。北澤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。やっぱりちょっとリアルのようにはいかないですね、ディバラ。このゲームは世界でも十分注目されています。あかんな、それやばいな。ラッキーやな。セルギオ・ブスケツ、リベリ、この柔らかいパス、スルーパスを出す。ちょっとダメやったな。ボール繋がります。あかん。なんかむっちゃこれあれやな、フリーになるな相手。抜けた勝負。おっと、いや頼もしいですよね。これ止めちゃうわけですからね。ちょっと待って、それはあかんやろ。びっくりだよ。来ましたよ。サイドのスペースを使います。危ない。ここはキーパー処理しました。ちょっと待って、よし。長いボール狙っていく。ボールはリベリー。カウンターを仕掛けていきます。ここかわす。あかん。ディバラいけるか。あ、お、やばい。ウィリアム、味方を走らせる。あかんか。ベンゼマ、よし、とにかく取り、あ、抜けてくる、フリーだ。いけるか。お、ディバ、よし。決まった。決まってしまった。しかしこれはオウンゴール。いいですね。痛すぎます。どうしたんですかね。おっと。おー、いきなり痛めたぞ。大丈夫？大丈夫？さあ、ノースロンド、不本意な得点を与えてしまいました。こういったレベルの高い試合では、一つのゴールで一気に流れ、さあ、行きましょう。はい。オンゴールの影響は非常に大きいですね。なるほど。どこにおんの？ディバラ。あ、ディバラやっぱり、あ、復帰しましたね。あんな取られんかったな。メッシが結構精力的に動いてくるからな。おお。マスケラ。オッケー、いいよ。激しくボールの持ち主が変わります。さあ、カウンターを仕掛けます。チップで落とす。あ、惜しい。ああ、惜しいな。あった、危ない。ちょっと次はね、綺麗なゴール決めたいな。繋いでいきます。右サイド上がっていく。激しい攻防、ボールが落ち着きません。裏へのスルーパス、よし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 、いいぞ。さあ、シュートレンジだ。切り込むか。ネイマール、あ、ハート、ネイマール、あ、外しちゃった。右へ逸れました。なかなかいいですね、このトップネイマールっていうのは。よしよし。さあ、前線へ。あ、待て、取った、取ってない。メッシ、オーリエ、ムハンマド・サラ、右が上がっていく。オーリエ、サイドのスペースを走らせる。やばいなこれ。クロスを上げる。あぶね。これな、でもな、ちょっとこのロングボールはな、取れる気せえへんねんな。お、あかん。マドラス、メッシへ。ここも堅い守りでボールを奪います。イニエスタへ。ここをかわした、チャンスきた。オッケー、
よしよしよし、いいぞ。アリサンジェルマン、いい感じやぞ、今日も。追加点が決まりました。これで差は2点。これ打つモーションまでの前が草澤さん、とにかくキレキレでしたね。そうですね、しっかりゴール前に持ち込んでからのシュート、非常に冷静でしたよね。シンプルなだけに非常に有効な攻撃だったんじゃないでしょうかね。あかん、取られた。守れ、守れ、戻れ。さあパリサンジェルマン、さらに1点を追加し2対0としています。パリサンジェルマンとしてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね。2点リードは精神的に大きいですからね。やばいですね、これ。握る上でも状況としては非常にいいですよね。え、やべえ。ウィリアスペースを出す。ネイマール、ここは中央切り込む。抜いた、来た。あーっと、まだある。お、ダメか。お、いける。あかん、待て。メッシー、久しぶりにね、ディバラ入れたけど、ちょっと消えてますね。パリサンジェルマン、まあまあまあいいでしょう。はい、後半戦スタートです。後半も頑張ってやっていこうと思います。危ない、危ない、危ない、危ないよ。よし、勝てるくせえな、このヘッドは。高いディフェンス、 OK。リベリ、ネイマール、イニエスタへ、裏のスペースを狙う、超えた、ネイマールに渡る、旗は上がっていません。仕掛けるタイミングを図る。あかん、あかん、今のちょっとなんかもたつきすぎたな、完全に。ウェルベック、ここもしっかりディフェンスしました。よしよし、一つ前に行きたい。裏に味方を走らせる。え？メッシ、これはなかなかこじ開けられない。あかん、やばい、メッシにパスしてもた。縦を使います。やばいやばい、よしよしよし、高いディフェンスクリア。いや、少しいい形になりかけた。あかん、勝たれへんぞ、このヘッド勝った。あ、パリサンジェルマン、このセカンドハーフの序盤を2点差でリードする展開になっています。ちょっとね、この後はどうご覧になりますか。綺麗に決めたい、ね、ちょっと。この時間帯で 2-0 ですと、お、やばい。可能性もまだありますからね。こっちはちょっと大丈夫ですよね。やばいね、それ。イニエスタ。スルーパスを出す。ロングフィードで狙う。どうする？あ、惜しい。惜しいというか。選手変えようか。もう60分でしょ。60分。いい感じの時間です。ムハンマド・サラー。ディバラ、変えましょうか、メッシに。これでいきます。くさぁ。久しぶりですね、このネイマールとメッシのツートップっていうのは。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。なんかオフサイド。パリサンジェルマンとしては無理に行く必要はないですよね。いやな、多分な。カウンターを狙う形でいいと思いますけどね。なるほど。あかん、マイボールちゃうか。オーリエ？マスケラーノ。ライン5ラン？あ、やばいやばい。サイド、サイド、サイド。おさい、おーし、早い早い。リヒトシュタイナー。いいよ。イニエスタ。裏へのスルーパス。あ、全然あかんやん。まあこのままやったらね、とりあえずリードしたままなんでね、いいと思いますけどね、このまま終われば。でもやっぱり点は欲しい。あ、危ない、危ない危ない。何してん、おおお、何やこれ。変えようか、ポグバに変えとこう。これでいきましょう。ちょっと失点はしたくないですよね、この子で。
ックスターたちまちなんかちょっとたちまちね、同点されたりというのが怖いね。よしよしよし、いいぞ。さあ行きます。あ、全然ちゃうな。チャンスですよ。来たで。さあ来た。行くか。来た、チャンスだ。どうだこのシュート。よし、相手のミスをつきましたね、また。アリサンデルマン。ちょっとみんなくねくねドリブルできるから。いい感じじゃないですか。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。とにかく振り抜いたっていう感じでしたよ ね、 そうですね。もちろんコースは狙ってるにしても、ええ、それよりもまずは気持ちで打ち込んでいったシュートでしたよね。はい、感じちゃいます。このイレブンなかなかええな。さあパリサンジェルマン、フットボールではある程度安全圏と呼ばれる3点差までその差をつけました。メッシー、リヒトシュタイナー、インターセプト。あかん。あ、まだありますね、チャンス。まだいける。あかんあかん。スピードはなんか速いから、前線の方がみんな足速いから本当にいい感じや。やばい。メッシー、リベリー、来た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 。メッシーに渡る。あー、しかし、あー、ちょっと疲れてるけどね、だいぶみんな。お疲れの様子。戦い方としてはどのような手段でいけばいいんでしょうか。もう時間を稼ぐ形でいいと思いますけどもね。引いて守って。キーパー、よしよしよし、いいぞ。そこをつくぐらいでいいんじゃないでしょうかね。セルギオラモス。あかん。これいいな。ちょっとしばらくこのメンツでいこうかな。イスコ。このスピードある選手で構成されたね。フリーで受ける。構成されたね。はい。なんか取られ、ライン5ラン回されとるな。イスコ、セルギオブスケツ、ここでファールがありました。さあ何してね。さあ、いやー、振りの中この位置からね、フリーキック決められたことあるんですよ、ほんまに。結構エグかったっす。これこれこれ、おお、怖なんてシュートよこれ。さすがにあそこからフリーキックで入れられたらやっぱりちょっとおかしいと思いますけどね。あんま嫌やわ。あー、キーパーキーパー。ムハンマドサラ、リヒトシュタイナー、スペースへ出す。さあ来た。オッケーオッケーオッケー。チャンス来た。ネイマール。オッケー。いやー、追加点。これすごいな、この2トップ、ネイマールとメッシでね、本当にいいと思います。ちょっとしばらくこの2トップ使っていきたいなと思いますね。はい、やっていきます。これから、はい、4対0。北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。パリサンジェルマンとしてはしっかりと点差をつけて勝利を、まあね、最初のオンゴールが非常に非常にね、これがあったからちょっと次につなげていきたいですよね。はい、4点取れたみたいなとこありますけどね。あ、これね。さあ皆様、お別れの時間となります。ディバラのちょっと本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。メッシ、本日はありがとうございました。向こうのメッシも味方にしてくれている。パリサンジェルマンが4点もの差をつけ見事勝利しています。よしよしよし、さすがイニエスタ。なかなかいいパスですねこれ。リベリー、これな、入れなあかんかったな。やっぱり決まっとったら結構綺麗なゴール。なんや、国の名のね、これ。うん、今回打ったつもりやったんやけどな。
よし。これね、とどめの一撃。ネイマール。いいです。カウンターがね、綺麗に決まりました。はい、ということでね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録のよろしくお願いします。僕監督でした。お気に入り。